breaking down. さて、ブレイキングダウン、続いては渡辺和樹が出てきました。柔道歴は20年。そしてミクルさん、この人の注目すべきは自衛隊の格闘指導官をやっていたという。いや、すごいっすね。柔道20年ですか、すごい経歴ですね。しかもあの自衛隊で教えていたっていうのは、ちょっとそんな経歴の人なかなか聞いたことないですよね。そうですね、なんか特別な戦い方を知ってそうですよ。いや、そんな特別な戦い方っていうのを甲斐さん見たいですね。体もすごいですよ。めちゃくちゃ強そうです。そうですね、厚みがありますよ。66キロの階級ですけども、確かに背中も大きい。いや、分厚い体です。さあ、続いてはガンちゃんです。ボクシングを半年というふうに聞いておりますが、どうでしょうか。経歴で結構差がありそうに見えますけどね。これでガンちゃん選手が勝ったらすごいな。確かにそうですね。まあ、ただ打撃をボクシングを半年やってるわけで、はい、教官の方は打撃はやってないんで、はい、その辺はちょっと一発入ればわかんないですね。確かにそうですね。このガンちゃんも YouTube やってるんでしょうか。はい、勝ったらチャンネル登録よろしくお願いしますと。まあ、勝てたらこれでチャンネル登録するんじゃないですかね。確かにこの経歴の差で、みんな見たくなりますよね。さあ、出てきました。まあ、どの程度この半年間ボクシングやってきたか、その程度にもよりますが、体すごいっすね。厚みがすごい、はい、パワーありそうっすよ。いやー、そうですね、いかにもこう自衛隊という感じします。175センチ 64.60キロ、ガンちゃん。そしてガンちゃんです。さあ、試合がいよいよ始まります。66キロ以下の契約ということになります。渡辺、落ち着いた表情です。自衛隊でその格闘の指導官をやっていたという経歴。このガンちゃん、チャンネル登録を増やすためにはここは勝ちたい。1分間の勝負、ブレイキングダウン、さあ始まりました。おお、思い切って振っていく。重いぞパンチ、重いぞパンチ。ガンちゃん振っていく。ガンちゃんパンチ重いっすね。おお、うまい。ミクルさん、圧力がすごいですね、渡辺。そうですね、右ストレート強いですね。でもそうですね、思い切って振ってる。おお、そして今朝固めの体勢からマウント、早いマウントから、さあどうだ。お、10秒以内で決められるか。パウンドパウンド、バックマウント、ブレイクがかかりました。分かんないですよ、ガンちゃんの一撃相当重いですよ。あの右ですよね。当たれば分かんないですよ。もう振り回していきます。ガンちゃん狙ってるか、一発を狙いにいく。ただ捕まえに行く、捕まえに行く。腰が強い。捕まえたらやっぱり渡辺、なんか甲斐さん、体幹の強さもありますよね。パワーありますね。マウンドも相当重いです。そしてマウント、またこの、あ、おー、ブレイク、ブレイク、ここへ立たされるのきついですね。いやー、ミクルさん、もう普通の夢ならね、あそこからまだまだパウンド続くところなんですけど。そうですね。おー、止める止める。おー、ガンちゃん右振ってくる。ガンちゃんの思い切りの良さ。いや、本当そうですね、迷いがありません。迷いないですね、カウンターとか気にしてないですから。確かに、1分間なら思い切って振ってきます。おお、ただ渡辺振る。おお、ガンちゃん捕まえる。おお、首捕まえてギロチンか、回転してギロチン取ったところ、しかしここでゴング。時間がありませんでした、渡辺。いやー、甲斐さん、最後ギロチン取りに行きましたけどね。組時間の差がちょっとありましたね。経験の差というかが出たかもしれないですね。でもガンちゃんの思い切りの良さすごかったですね。すごかったですね。興奮しましたね。はい、勝者、青、渡辺和樹。ああ、渡辺和樹の勝ちです。強いですね。いいものを持ってましたよ、一発を。ガンちゃんですか。はい。パンチ力ってやっぱ天性のもんなんです。はいはい、それを持ってるっていうのは、まあ今後伸びしろありますよね。鍛えてどうこうなるもんじゃないってことですね。はい、伸びしろあるというミクルさんからの評価でありました。
破れはしましたけども、確かに甲斐さん面白いものを見せてくれましたね。面白いです。さあ、そして勝ったのは渡辺です。渡辺はミクルさん、はい、なかなかこう捕まえての力というか、体がぶれなかったですね。いや、そうですね、やっぱ柔道は強いですよね。あ、まあ、これ下がアスファルトとかになってくるともっと強いですよ。確かに叩きつけるわけですもんね、はい、いやいやいや、もう柔道の強さというのもよく分かりました。渡辺和樹、安定勝利を収めております。